論、コインランドリーどうでもいいんですよ。うちのそのオーナーさんも利用者の方々も商業施設もうちの社員もこの GIB っていう媒体を使っていろんなことやればいいと思ってるんですよ。全国にコインランドリーを、FC 事業として展開しておりまして、今現在、169店舗で、我々の店舗の出店というのはちょっと特徴がありまして、商業施設駐車場に出店をしていくという方式で今全国に展開しています。基本的に我々洗濯場の提供というかコインランドリーの場所の提供という考え方というよりは、コインランドリーのあるライフスタイルの提案というところで、コンセプトを持ってやってますので、パートさんを毎日3時間、常駐させてたりとか、いろんな取り組みを現場で、そのライフスタイルの提案というベースで、いろんな提案サービスをやってます。管理料を我々いただくんですけど、でやはりウィンウィンであるべきだと思いますので、簡単に言うとその管理料って固定でもらうケースがほとんどこの業界多いんですけど、僕ら変動制にしてるんですよ。要するにオーナーさんが儲からないと僕らも儲からないし、管理料でオーナーさんが要は軌道に乗らないと僕らは赤字になる仕組みなんですよ。だそういう意味では変動型っていうのは、その管理料の変動ですね。それはやっぱりいかにお客さんオーナーさんを儲けさせるかっていう目線で、で例えば5年か10年か20年か分かりませんけど、僕が仮に引退してもそれが受け継がれないとダメなわけですよ。そうすると要は変動性っていう契約になってるから、残った人間たちも、あまり会ったことないオーナーさんであれ、このお店を良くすることがこの会社の収益につながるっていう考えになるように変動性にしてるんですよ。アイデアって本当にいいアイデアって何から生まれるかっていうと、ちょっと神経臭いかもしれませんけど、人への愛情だと思うんですよ。やっぱりなんか誰か、近くの人でもいいし、世話になった人でもいいし、何でもいいんだけども、何かこうできることないかなっていうのがやっぱりアイデアになると思うんですよ。うち自身のその行動指針の中に、仕事って何かっていうと、人への価値の提供だと。で価値っていうものが、大なり小なりある意味の幸福感の提供が、仕事だと。そうすると幸福感を提供しようとする人間自身が幸福でないのに幸福感の提供はできないと。で幸福感というものは何でできているかというと、状況だとか思いもよらないプレゼントではなく、それを何か環境だとかことが起こった時に受け止める心が幸福感を作る。物事が幸福感を作るんじゃない、受け止める心が幸福感を作る。ということは仕事をしようと思う前に自分がいろんなことに幸福感を感じられる人間性を育てる必要があるというのがうちの大原則で行動指針である。コインランドリーどうでもいいんですよ。極論どうでもいいっていうのは、コインランドリーを媒体にして僕らオーナーさんたちとつながりたいんです。要は5000万の投資をするオーナーさんたちの人たちとつながって信頼関係構築して、この人たちのビジネスマッチングだったりスタートアップの小さい会社をつないだりとかいうことがやりたいんです。目的は実はコインランドリーを全国に普及させることよりも、これもうちで掲げてますけど、500店舗を200人のオーナーでやるっていうのをこう明言して、僕最初からやってるんですけど、濃い それぐらいの規模のある程度力を持った企業さんと200社とつながるということが目的なんですよ。うちのそのオーナーさんも利用者の方々も商業施設もうちの社員もこの GIB という媒体を使っていろんなことやればいいと思ってるんですよ。でまずこの GIB の中ではインナーベンチャー立ち上げてどんどん社長を作ってきます。もうそれはもう最初から言ってます。で実はこの間の日曜日も面談したんですけど、うちに入る社員
まあ、特に営業関係の子にはうちの会社はコインランドリーずっと売るつもりが全くないけど大丈夫っていうところから始まります。なんでこの GIB っていうものがまずコインランドリーである程度の規模を作ってそこを媒体にみんなが切磋琢磨して能力を上げていってどんどん子会社ができていけばいいんじゃない